もこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、私が最近メインで乗ることが多い、フランスのティア6ライトタンク、AMD178B。タイヤの軽戦車ね。マップはミンスク、南側陣地のスタートです。最近このタイヤの操作感に慣れすぎてきてしまって、普通乗りたいの戦車に違和感覚えちゃってきたんだよね。罪な車両だよ、本当にさ。邪魔買いまくってことで、中央の偵察してくるか。ちなみにご覧のように、ティア7、ティア6でのマッチング。3分の1は私より上位のティアの車両だね。今回積んでいる弾薬は、榴弾メインの、残りは APCR。前で言う禁弾ね。AP 弾は積んでません。今装填中のスロット1には、榴弾が入っていますということで。AP 弾だと火力や貫通不足なんだよね、この車両。代わりに榴弾はそれなりに貫通高くて、即背面ぶち抜くときには有効なんだわさ。っておい、だいぶアグレッシブな偵察仕掛けてくるな敵さんや、びっくりした。で榴弾側怖い。柵に弾持ってかれた。榴弾は障害物を貫通できないのは弱点ですな。あまり停滞してると自走砲の餌食だし、動いてなんぼの装甲装輪車ってことで、サクサク動いてこう。装輪装甲車の一番の魅力は、やはり後退速度、前に走ってはバックで瞬時に方向転換してと、これに慣れるのに時間がかかるかな？で慣れすぎるとこれをリタイでやろうとするおバカさんがいるんだよね。どこのドイツだい？私だよ。ここからだと奥が見えない。装輪装甲車の弱点は視界が足りないとこ。そして双眼鏡が積めないこと。双眼鏡は別に走るのが仕事だからいいんだけど、レンズ暇積んでも不足気味の視界は、ちょっとネック。とりあえず12トンをマークしながら、味方の動き方を見て合わせよう。ちなみに今しがた AMX12 トン相手に榴弾が抜けた。榴弾が抜けると火力は結構高めなんだけど、抜けないと火力は同角同型車種では不足気味。AP 弾も火力不足だし、装填も長めな方だしね。3485が隠れているのが見えたが、あれは私に発砲してきたからだろうね。普通に隠れてたら発見は難しい。軌道防御しながら敵の発砲を促し、それで敵が発見できる。なんて言えば聞こえはいいんだけどね、なかなかそれを狙うのは難しい。でも釣り餌になるのも、装輪車の仕事かなと、ヘルキャットが釣れたのかな？威嚇射撃を入れるか、と言っても止まってゆっくり狙っていられるほど、戦場は甘くない。オートエイムを決めやすい装輪車なので、威嚇射撃は車線が通ったら走りながら、ほんと当たったらいいなーって感じ。ちょっと待てよ。東側の敵、随分攻め込んできてるなぁ。嫌な感じだ。反対に西側は押し込めてるけど、さて、どう転ぶやら。ヘルキャット狙い目だな。よし。おそらく敵12トンも、私をマークしているだろうと。マークされてない時は、止まった射撃も入れていきたい。おいおい、敵の装輪車が入ってきてるじゃんよ。お、走り撃ち当たった。ラッキーだね。割と当たる方だけど、そうそう当たらない。だからほんと、車線が通ったらクリックして、弾を撃ちながら軌道防御に徹する感じ。これだけ東に押し込まれると、誰が私をマークしてるかわからないしね。よし。車線が通ったかは、レキクルが緑になるかを目安にして撃ってる。これだけ威嚇を兼ねた軌道攻撃に徹していると、お気づきの通り、すぐに弾がなくなる。無駄撃ちが増えちゃうんだよねー。もっとスマートな攻撃に徹せればいいんだけどね、なかなか難しいんだよねー。故に榴弾禁弾のみの構成で、AP 弾は積んでないのだわ。てなわけで西を押し切る作戦を決行。東は後回し。西を突破させて、自由に動ける味方を増やすのに徹するぜ。彼らが後で陣地に戻るなり敵陣に攻めるなりしてくれれば、それで次の作戦に私も移れる。敵の進軍止めるとか、戻ってくる敵を見つけるとかね。まあダメな時はダメージ稼ぐのに移らせてもらうけど。ということだ、3485くん、君はここで消えてもらう。うむ。即背面には榴弾がよく刺さる。12トンやヘルキャットからの攻撃がないな。これは東からこちらの陣地に進軍したかな。ま、攻撃されないなら好都合、85をいただこう。チワックス。さて、自走砲が怖いですな。ちょっと失礼するよ。ブラックプリンス2両は、進軍するようだな。この二人はプラトーンみたいだし、きっと一緒に行動するだろう。もともと機動力のない車両だし、戻るんじゃ遅すぎるかな。だったらここで警戒すべきは AMX12 トンだな。ブラスリの進軍を止められると、弱点の仕様がなくなるしね。
それと味方自走砲の進軍は嬉しい。こちらまで来てくれると、後半で車線を通せる場所が増えるはず。味方枚数も減ってるし、勝利するには味方を生かすしかないね。あ、文字通り生かす、生き残ってもらうです。生かして生かす、日本語って難しいね。でちょっとプリエサ気分で六冠つかないかなって走ってみたけど、バレないな。12トンの起き偵察はなさそうな感じ、占領されてるしね。これ、間に合わないか？厳しいかもな。自走砲が進軍してるな、陣地占領要員を潰しておくか。陣地組まれたか、これはまずいが、ここで逃げられない、こいつは潰しとく。 M44、君もだからね。人入り込みすぎた、旋回難しい。これがタイヤの泣きどころ。ほらよ、あと15秒か、これ間に合うんじゃね。まだ間に合う、陣地占領止められるか。最後まであがいてみよう、せっかく生き残ってるし。クロムエルが見つけてくれた、ありがたい。カーベイドバーは占領に参加してないな、ここはチャーチルか。お、チャーチルにダメージ、自走砲3アンガト。じゃここはヘルケだな。よし、だいぶ時間は稼いだぞ。正直粘るが、肝心なとこは自走砲3任せだ。頼むよ、あとカーベイは弾を外した、無理するなら今のうちだ。チャーチルこれはやれそう、潰しておこう。よし、ダガム大すぎだろうよこれ。カーベイ弾入ったよな。ダガこのままじゃ負ける。弾は当たらん、機動戦にかける。アップねー、いや当たってたな絶対。今の柵に油断刺さったおかげで当たらなかった。危ない賭けだった。でもこれで稼いだやつの装填20秒は大きい。ここが正念場。というわけで君は怖いから消えてください、お願いします。よし、お、ブラプリが占領始めたぞ。陣地切り続けたら勝ちが見えてくるなこれ。自走砲さんしっかり見てくれてるし、本当にアンガトね。おっと、12トンが自由になったよ。させない、こいつが生きていたら、負けはまだあり得るからな。危険は先に積む。自走砲はきっと黙ってても自陣を決め打ちで守ってくれるだろうしね。くらえ。よっしゃ、これでもっかい陣地占領止められたら勝てるぞ。だが時間がギリギリだ。頼む自走砲さん、あと一撃を。ダメか。うお、ナイス。これはいった。勝った。最後の最後に楽天要素のある敵自走砲を。いや逃げたな。これで勝ち確。もういい。疲れたよ、パトラッシュ。戦闘結果です。マスターバッジ、トップガンをゲット。この車両では初めてのマスターバッジ獲得試合となりました。最後の最後の、味方自走砲がスターリンを飛ばしてくれたのは、本当にナイスでしたね。いや思わずプレイしながら、心の底からナイスってつぶやいちゃいました。そこからなのにつぶやきですが。で、そのスターリンが倒せた時に、私の集中力切れちゃってね、P4 さんにやられちゃいました。あの瞬間は本当にね、プツンと糸が切れた感じでしたね。それでまあ自走砲を追い払って、燃え尽きたと。文字通り燃え尽きましたがね。最後の判断は難しくて、陣地切るか12トン潰すかは悩んだんですよね。でもう占領完了2秒前は、ちょっと判断しくじったかなって、反省してたんですけどね。陣地切りが間に合ってほっとしましたね。故に緊張の糸が切れたのですが。何度か負けたかなって思った場面がね、やってる中であったんですけどね。最後まで諦めずに戦ってね、よかったなーって。前回投稿の動画じゃないけど、味方を信じてよかった、そんな試合でしたね。以上、試合の実況はここまでになります。最後までご視聴、ありがとうございました。でここからはちょっとだけ雑談を。興味がない方はここでご視聴をやめてもらっていいからね。話したいことがあったから、いつもご視聴いただいている方に少しお話を。
あ、映像は適当なのを選んでますのであまり気にせず、雑談だけですとあれですしね。先日の台風19号についてのお話です。今まででも史上稀に見ぬほどの大型台風だった、台風19号。被害に遭われた皆様にお悔やみを申し上げるとともに、一刻も早く元の生活に戻れることを、お祈り申し上げます。私も関東住まいでしてね、心配してくださいました方もいらっしゃいましたので、この動画を通して、無事を報告させていただきます。今回の台風は、本当に考えさせられることの多い台風でした。上陸前から異常な大きさで、甚大なる被害が予想されていたもので、さすがに私も、断水と停電を覚悟して、非常食や飲料、生活用水を、たくさん確保して、台風に備えました。先の台風15号で、千葉の友人が被害に遭われたことや、昨年の台風で、大阪の友人が被害に遭われたという教訓もあったんですけどね。今回は本当に備えようと。過去には東日本大震災、阪神淡路大震災で、普段から備えないといけないということは、体験していたのですが、今回は事前に被害の大きさが予想できるものだったので、本当に用心していたつもりでした。だけどね、ちょっと甘かったなって思いました。当日まで、風で家が飛ぶんじゃないかとか、すごくビクビクしてたんですけどね。台風上陸当日の早朝、水の滴る音で、目が覚めたのでした。なんと枕元で、雨漏りしているではありませんか。近くにはこの動画を作るのにも使っているパソコンや、電化製品がいくつもあります。慌ててそれらを避難させる、そんな恐怖感から、その日は始まりました。雨漏りは、どうやら家の外壁に傷がつき、そこから雨水が侵入、壁の断熱材の隙間を伝って、窓枠から雨漏りをしているというものでした。バケツでの対策は難しい窓枠付近からの雨漏りで、タオルなどでも対策しきれず、おむつを窓枠に貼り付けて対策したものの、気が気ではありませんでした。そんな対策をしている間にも、雨足はさらに激しくなり、私の家って、河川が割と近いところを流れているんですけどね。そこの川の水が、氾濫危険水位に達したという防災連絡が届き、避難勧告が出されました。私の居住空間が1階ということもあり、雨漏りで避難した電化製品や大切なものを、高いところに避難させましてね。そこからは私たち家族が避難すべきか否か、ずっと悩みながら、テレビと携帯とにらめっこです。避難指示が出されたら逃げよう、そんな話を家族としている中、最大避難レベルの、特別警戒レベル5が発令されました。河川が氾濫したら危険な地域ということもあり、これには大慌てです。ですがいざ避難しようとも、調べると我が家の周りには、水害から逃げられるような場所はほとんどありません。それでも避難だと、慌てて避難の準備を始めたんですけどね。のんきなもので、それまで避難なんて考えてなくて、何も準備をしていなかったもので、何を持っていけばよいのかなど、そういった判断に大慌てです。本当にね、避難までは考えてなかったんですよね。断水や停電には備えていたくせに、いざこの家を捨てて逃げようって時に、何を持って逃げればいいのかと、パニックになりました。日頃からの備えは、心構えも必要なのだと、すごく人生勉強させられました。近くに逃げても河川の氾濫には備えられないと、車で高い家に住む親族の家まで避難したわけですが、道中で氾濫危険水位にはまだ達していない川を渡ったんですけどね。その川ですら、恐ろしいまでの水位と濁流で、より危険性を感じました。のんきでいられないなと。本当に命の危険を感じた時って、こんな感じなのかと、非常に勉強になりました。避難した後から、さらに風と雨が強まる中、もう気が気ではありません。河川情報からは目が離せず、どこどこの河川が氾濫しただの、友人の住む地域が浸水しただの、上流ではすでに河川が氾濫しているだの、さらに危険な水位になっただのと、そういった情報を目にする中、いつ我が家と別れを告げる時が来てしまうのかと、不安でした。ただでさえ雨漏りしていたのですからね。雨漏りがひどくなっても、失うものは大きかったですし、雨風が止んだ後も、河川の水位は上流から流れ込む水で上昇を続ける一方、朝まで眠れませんでした。本当に、命って、物って尊いのだなと。ようやく避難勧告が解除され、自宅に帰宅。帰り道に覗いた河川は本当に水がいっぱいまで溜まっていて、よく耐えてくれたと。水防団の皆様、お役所の皆様、そして都市計画としてたくさんの治水、防災に努めてくれた先人に、感謝しました。一時期税金の無駄遣いだのでスーパー無駄だの言われていたスーパー堤防もね、無駄ではなかったと。そして地球温暖化で、
こういった凄まじい災害が、毎年のように起こっている日本。明日は我が身だなと、もっときちんとした準備、心構えでいなければいけないなと、考えさせられました。幸い自宅は無事でした。しかし友人知人、多くの河川の氾濫で家を失う、そうでなくとも大変な被害に遭われた方がいらっしゃる中で、今回はいつも以上に、心痛む災害となりました。いつも心痛めているんですけどね、東日本大震災以来の、自分に近しい災害だった、家避難までしたのは初めてだったので、とても考えさせられたのでありました。ちなみに、パソコンのデータも大切なものを別個でも保管しておかないとなと、データ整理をしている中で、誤ってワールドオブタンクス、および保存していたワールドオブタンクス関連のデータなどを完全にぶっ飛ばしてしまいまして、完全に、一からインストールし直す羽目になってしまったとともに、動画にしようと貯めていた試合映像もね、ぶっ飛ばしてしまいまして。これが私にとって、一番の被害となったのでした。いや人災てかミスですはい。くだらないことを言ってごめんなさい。でも本当に今回の台風の被害に遭われました皆様が平穏な暮らしに戻れますことを、お祈りさせていただきます。そして私は、一から夫の動画を撮影し直しです。少し溜まってたんですけどね、とほほです。といった、報告なのでありました。心配してくれた方もいらっしゃいましたからね、ご心配おかけしました。感謝です。とね、ちょっと暗いお話になってしまいましたが、そろそろ本当に、お別れの時間となってまいりました。動画データもなくなっちゃったし近況報告もしたいし何か試合で結果残して動画にしなきゃって中でね、成果残せたのが、本日投稿の試合です。何かこう、いつも以上に勝利を諦めたくなかったし、おかげでいい成績も出せたしと、記憶に留まる試合になったような気がします。以上、改めまして、最後の最後までのご視聴、ありがとうございました。励みになりますので、コメント、チャンネル登録等々、お待ちしております。一からまたストック、ちびちび貯めていくぜー。ではでは皆様、また次回、お会いいたしましょう。まったねー。